記者さん、レアルな会にデリカシーのない質問をしてしまう。2年連続のローンでもマドリーで成功できるとまだ信じているかという質問にはこう答えている。まだマドリーとの契約が残っているし、もちろん一番良いのはマドリーに戻って試合に出場し、できればトップチームでデビューすることだ。世界最高のクラブだ。いつかそうなるために僕は仕事を続けるつもりだ。こんな質問すんなよ、ひどいな、正論すぎる質問。本人もかわいそうだね。勝手に期待されて勝手に落ちぶれるて、スターシステムの被害者。レアルマドリーに行った意味がなかったな。同年代の選手よりもいい教育を受けたはずなのに。海外の下部組織なんかに入るよりも、日本のトップチームにいた方が学べること多いかもね。いくつかプレイ動画見たけどこいつのボールタッチ能力は確かにすごい。もっと早くレアル出て実践経験積むべきだったなぁ。